やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジョギリハマーです。はい、現在8月23日火曜日の午前4時2分、今日は響きユーフォニアムの滝先生の誕生日ですね。今日ちょっとね、母がもう1時過ぎに寝たんで、そこから今ようこそ実力至上主義者の教室、2期、7話とで、今、最近雇ったメイドが怪しいの4話を見終えて、そこから今またこう録画したやつね、こう画面隠しながらチャプターつけたんで、フート探偵の3話ですね、見ていきたいと思います。はい、で最後に僕の自己紹介とね、悲惨な現状の話をしたいと思いますんでね、まずは軽く、僕はマジラジョギリハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。ここに書いてある通り、ワンルームで母と同居中、母は居候としてやってきまして、来月で6年目となります。すぐ近くで寝てるんで声が出せません、故にこんな感じ。さらに、風呂場行ったりだとか、朝まで起きてないといけないというね、過酷なハンデがあります。今むちゃくちゃ眠いですんでね、ブラックコーヒー飲みながら頑張っていこうと思います。はい、過酷な、ハンデを背負ったアニメリアクターということでよろしくお願いします。では行きましょう。3、2、1、スタート。このサブ、そう、変身言うて、お前の罪を数えろ言うてましたね。フィリップなんで倒れたのこれ。さあ、お前の罪を数えろ。かっこよかったよな。俺だけ行く。後ろ回し蹴り、二段蹴り。あれフィリップは、あれどういうこと。ってことは今フィリップは体だけアキコさんに抱かれてて、魂は、ガイアメモリの中にあるってことなんかな。ソウルジェムみたいなもん。違うか。ロードとーパンだったかな、今戦ってんの。ちょっとドーパンとがその薬物決めた人って意味でしたっけ。あ、ドーピングを決めた人か。まあでもときめがね、ロードドーパンとじゃなくてよかった。ときめ自身も自分のことを知りたいかなんか言ってましたね。T に気をつけるが、毎回あのサブタイトル一緒なのはなんでなんやろ。
高ランクなのね、ロードは。むちゃくちゃ作がやばいな、このアニメ。おお。お、え？お、ダルシムやん。ラリアット。いや、今のはネックブリーカードロップやな。ちょっと、棚橋選手のスリングブレードみたいだった。棚橋選手は仮面ライダーマニアですからね。こんなことできるの？腕めちゃめちゃ伸びてます。ときめー、ときめー。ええ子やなんかときめー。あ、スリッパや。え、書生って書いてある。逃げられた。この歌は仮面ライダーダブルの歌なんかな？あ、この歌！この歌か。カラーコンタクト、あずき君が高校生の時に使ってた曲やったな、ショーで。あれ違ったっけな。あれ色変わってるな、仮面ライダーダブルの。あれいつ色変わったこれ。あ、色戻った。メモリーブレイク？メモリーを壊すってこと？めっちゃ血入ってるやん。切れた。ライダーキック。あれなんか今一瞬真っ二つになったな、気のせい。あ、壊れた。
真っ二つになったけど、大丈夫なん？あれ、立川組の組長も逮捕。時めが何もんかよね。時めやな。はい、CM やね。チューターじゃなくて。チューターも、チューターもメモリー持ってたの？ボードストール？ワイ、どういうこと？できなかったけど、ああ、なるほど。
あ、立川と組んだか。ほうほう。闇芝居みたいなやつや。ほんで今涙したわけね。匂いが消えるから帰れ。女子高生守るためやったね。急にキスって、むちゃくちゃ不意打ちやった。あれだから、ときめも結局普通の人間ってことやね、これ。これまた色違うな。どういうことや。ぼやーんて。あれ、おい、なんでや。なんで時計が変わんねん。ヒートメタル。秘密手帳。なーにー、やっちまったなー。
これなんで、リュウ君？テルイ？誰テルイって？旦那、ああ、刑事じゃん。テルイはるかさんしか出てこへん。そうなんや。だがしかし。一緒に住むの？おできるか。いいね、羨ましいぞ。なんてもったいないことを。なんかおるな。オーロラが出た。なんやこれ。なんやこいつ。なんやこいつは。テルイってのがこの、まだ、あれかな、このエンディングとオープニングで映ってる男かな。アキカと一緒に踊ってるけど。テルイ・リョウ君って言ったっけ？
はい、C パート3、2、1。スタート。ハードボイルド妄想日記。もし、ときめがアメーバだったら。マリトッツォ。あ、終わった、最後だ。25分ちょうどないな。はい。ということで、終了ですが、ごめんなさい、理解できてないです、正直。まあ、とりあえず、ロードドーパントを、ぶっ倒したときに、違う、戦った時に腕伸びるんですね。仮面ライダーダブルは腕が伸びる。ダルシムですね。仮面ライダルシムですね。で、なんか追い詰めたかと思いきや、裏フートに逃げられたと。で、その裏フートの中で、なんかバイクの、あれって色変わるのっていうのは、その外野メモリーの何を入れたかによって色が変わるっていうことか。あとでなんか赤と銀かなんかも出てましたけど、外野メモリーで色が変わるってことかな。で、そのか裏封筒となんかその時間の何、なんか位置のズレがあるからどうだろうこうだろうとかもちょっとごめんなさい、よう分かってなくて。で、その、翼木忠太が、その2年前に封筒を訪れた時に、売人から外野メモリーを買ったのが、ハマったきっかけでまた来たと。で、ときめからメモリーを奪ったってこと？チュータが、あ、じゃないや、チュータがときめに奪われたのね。あの、カバンに入ってたやつを。で、そのときめのメモリーが、その、壊れてたとか、あれやけど、ときめはどこでメモリーを手に入れたの？それは言ってない、まだ。言ってた、僕は理解できないだけですか？で、その、何？チュータのメモリーがどうのこうので、何がどうなって、ときめに、その、ロードドーパントを感知する能力がついたのかな？多分ちゃんと説明したんでしょうけど、すいません、理解できませんでした。で、まあ、またですか、追い剥ぎ寄せな生活できひんっていうことになってたわけよね、ときめは。で、その中太は、初めて、立川のおっさんに会ったときに、まあ、何？ちょっと理由忘れたけど、とりあえず探偵とときめを始末してくれって頼んだんかな？合ってる？まあ、ちょっとこの後またもう一回見直しながら感想をあらすじ残すんで、まあ、ちょっと理解したいと思います。で、まあ、とりあえずときめは、あきこさんの旦那、封筒所の、てるい、りょうくんって言った？の、に、まあ、釈放されて、助手になった。だけど、フィリップが言うには、メモリを持ってたってことは、何らかのメモリ犯罪におるはずやと。で、なおかつ、左翔太郎の恋愛は、なんか悪女と付き合って、将来的には、悲劇を迎える。って言ってましたね。それ全部そうだな、今まで。だからまあ、ときめがまだその、ちゃんと信じていい人間なのかがまだ分からへんってことだね。ときめは人間でいいの？人間でいいんですか？結局なんか人間でいいのかな？記憶のない人間ってことかな？わぁ、ごめんなさい。ちょっとほんまにその辺理解できてません。もしよかったら解説をお願いいたします。情けないこと言って申し訳ない。すいません。はい、ということでですね、封筒探偵3話でした。で、最後に出てきた、謎のね、のっぺらぼう、なんか、ロングヘアラーメンマンみたいなのは一体何なんでしょうね、あれは一体。はい、以上、ふと探偵さんでした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介と、悲惨な現状の話なんで、興味のある方は聞いてくださいね。あ、眠って。はい、じゃあ僕は、こういうことやってますね。普段主に子供たちの前でやればできる、諦めない頃を伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナに全てぶち壊され、2年半ほど仕事ありません。で今年の収入、未だ19万円のみです。はい。で、なんと、支援金、
給付金、これも一切ありませんので、非常に厳しい生活をしてるんですね。で、そんな中で、まあ、いつの間にか始めた YouTube、一生懸命やってるつもりです。これをね、一生懸命と言わずして何やと言えないという感じなんですけども、ね、眠いですけども、4時半ですね、朝まで起きてないといけないという過酷な中でやっておりますが、まあ、残念ながら再生数ずーっと伸びず、ほとんど2桁、チャンネル登録も全く伸びずと、まあ、しんどい。やめたい。これが本音です。ただ、やめてしまうとですね、ただですよ。ね、やめてしまうと、もうやればできる、諦めない。僕のコンセプトから外れてしまいます。で、やめると全てゼロになってしまうんでね、今はとにかく耐えて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 やっていけば、まあ、いつかね、花開く日が来るやろと、光が見えるやろと、そう信じてね、動画投稿を続けること、今日でなんと879日ですね。しかも去年ですね、1年5ヶ月分の動画が消える悲劇が味わってます。どう少なく見ても2000本以上は消えてますね。投稿本数見てください。半端ないですから。はい。まあそこまでね、一応根性は見せてるつもりなんでね、そこだけでも皆さんに認めていただければ幸いです。はい。ただ、4月の25日、一度だけね、メンタル崩壊して、もうリアクションやめろという動画出したんですけども、意外と多くの方はね、応援してくださってるということが分かりまして、今なんとかね、気持ち切り替えて継続中です。秋アニメ以降ちょっとどうするかまだ決めかねてますけどね。はい。ですので、いつもご視聴いただいている皆様、コメントをいただく皆様、ありがとうございます。はい。しかしね、僕がパフォーマーであることを知っていただきたいので、ぜひ説明文見てください。僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV、プロフィール載っけてます。できればホームページを見ていただいて、中の動画を見ていただいて、いつかね、生でショーを見てくださる日が来たらいいなと願ってます。そのために節約生活頑張ります。はい。いつかどこかの会場でお会いしましょう。でもし貯金が尽きた時はもう潔くあの世に行く覚悟はできてますんで、それだけ真剣に、ね、取り組んでるということで、ご理解いただければと思います。はい。で、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。さらに9月になったら大きな発表あります。これ驚きますんでね、ぜひお楽しみに。以上、アニメリアク職人ことマネージャー時に浜でした。最後のご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。